株式会社、高ラン社は、佐賀県西松浦郡有田町に、本社、工場を置く、セラミックスメーカーである。主な製品は、高級島磁器屋外市など、有田町のほか、岐阜県田地市にも工場がある。当地の有田焼の技術を活かして、磁器製絶縁外市を、日本で初めて製造した深川坂へ左衛門らにより、1879年に、設立された。 九州で最初に設立された企業法人とされる。深川家の人間が社長を代々務め、2013年に15代目が社長に就任している。なお、深川政治は深川境左衛門の次男である深川中治が1894年に設立した会社である。第二次世界大戦前は国内の時期外資の四大メーカーの一つとされ、 戦中の経済統制化下では、九州、山口県及び満州、朝鮮半島の販売を受け持った。このため終戦に伴い販路の多くを失った。21世紀も、なお、外資製造は、高ランの売上高の約3分の1を占める。2011年には、日立化成工業から樹脂製、ポリマー外資事業を買収して、事業の体質強化も行った。 2015年には電気学会より電気の礎として電気技術検証を受賞。2018年10月27日に放送されたテレビ番組ブラタモリ内で玉返しを扱ったところ大きな反響があり、高覧車の有田本店ショールームにて限定販売が行われた。ありがとうございます。